うっす、どうもタケです。今日もね、イーフトアプリの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、はい、こちらのセリエ A のね、フォワードのブースターエピックガチャが来たということで、ちょっと紹介していきたいんですけども、まあ、このデルピエロ、ミリーとエヴァイールっていうのは3人紹介していくんですけども、裏のハイライトもね、僕的には、まあこの人なんかスキルはいいけど能力あんまやな、能力いいけどスキルあんまやなっていう選手たちがいっぱいで、まあその中でも、まあ一人だけちょっと、まあ強そうやなって、っていう人がいたんで、まあ、ハイライト1人とブースターエピックの3名紹介していきたいと思います。評価がいつも通りこんな感じで僕の個人的な意見ですし、他の実況者さんと違う意見かもしれませんけども、個人の意見として聞いていただけると嬉しいです。はい、それではまずハイライトからやっていきましょう。はい、1人ねちょっと紹介していきたいハイライトがいまして、こちらのジャコモ・ラスパドーリということで、ナポリの選手なんですけども、まず逆足頻度精度が最高最高なんですよね。でプレースタイルがリンクフォワードなんで、まあ、そこはどうなんかなっていうのありますけども、まあ、ウイングで使ったら無印のウイングで使えて、まあおすすめのタレントポイントの振り方がこんな感じなんですけども、まあ普通にドリブル能力も高くて、まあ、スピシュも悪くないですし、瞬発90あって、でパス数値も伸ばしたら80いって、決定力も80いくということで、まあなかなか使用感良さそうなハイライトかなっていう感じはしますよね。まあリンクでも使える方はセンターフォワードとかで使っても面白そうですし、まあスキルがね、ただね、ワンシューマリーシア、ライジングシュート、スパサブということで、まあ本当に少ないので、まあこう考えてみたらガチスカは難しいですし、スキル追加もね上限5個までなので、まあコンカとかダブタとかワンパワンシュースルーパとかもつけたら終わるので、まあもっとねスキル欲しいのいっぱいあるんでね、まあガチスカ入るかなって感じですね。まあただ能力は結構すごいなと思って紹介させてもらいましたね。はい、それではねブースターエピック1人目からやっていきましょう。はい、1人目がエヴァイールということで、こちらが184センチのボックスストライカーですね。でブースターがシュートプラス2です。でスキルが軸裏とか足裏、ヘッダーコントロールループ、ヒールトリック、ワンシューワンパ、PKキッカーということで、まあボックスストライカーなんでね、まあダブタは普通に欲しいですし、ミドルとかコンカとか、まあスルパとかもつけてあげたり、アウトスピンとかもつけてあげたいかなって感じはするので、まあスキルはそんな恵まれてないかなって感じはしますよね。はい、ということでエヴァイールのおすすめのタレントポイントの振り方がこんな感じなんですけども、まあそうですね、ガチスカは難しいかな。スキルもそんな恵まれてないし、まあドリブル10振ってもゴルコマン90いくんですけど、ちょっとドリブルきついですし、まあ決定力はね、まあさすが90はあるんですけども、まあ、スピシュもそんな速くないし、フィジカルも強いわけでもない、キック力も高くないということで、まあ、ボックスやったら正直僕はキック力を求めるので、ちょっととガチ使わないかなって感じっすよね。まあ別に1点狙いしてまで当てる選手ではないかなっていうふうに思いますね。はい、2人目がディエゴ・ミリートということで、183センチのボックスストライカーですね。こちらもでブースターがこちらもシュートプラス2で、スキルがですね、ヘッダーコントロールループ、アクロバティックシュート、ヒールトリック、ワンシューアウトスピン、 PK キッカー、闘争心ということで、こちらもちょっとスキルがねマジで、ダブタはミドル本家持ってないの結構痛いと思いますし、まあ、ワンパスルパとかつけてあげたら完成はするんですけど、まあこれミリーともね一緒で、やっぱりなんかこの人にそんな費用じゃないわ、スキル追加してあげるほど価値あるかなっていう感じなんですけど、まあミリート好きやったらいいと思うんですけどね。まあ能力見ていきましょうか。はい、ってことでミリートのおすすめタレントポイントの振り方がこんな感じにしたんですけど、まあそうですね、まあ本当にちょっとガチスカはきついかな。まあドリブル能力をね、もうこれ以上振ってもなんかボックスってそんなドリブル、まあ大事かもしれませんけど、やっぱドリブル振りすぎたら他が振れないので、クイックネスと脚力にめっちゃ振ったんですけど、うん、こんだけ振ってもね90乗らないですし、キック力90活かせるためやったら脚力13振りしないとダメなんで、それきついので、まあ、ちょっと11、11振って決定力を90に乗せて、ヘディングも80乗るような育成にしたんですけど、まあそうやな、これもスキルもそんな恵まれてないし、ガチスカ級ではないかなって感じですね。うん、別に無理して引く選手じゃないですね。はい、続いてラストがデルピエロですね。デルピエロが173センチで、今回2列目になったんですよね。プレイスタイルの変更最高にいいですね。ブースターがこちらもシュートプラス2で、スキルがですね、ルーレット、コンカ、ミドル、アクロバティックシュート、ヒールトリック、ワンシュー、スルーパ、PK キッカー、マリーシャ、キャプテン C ということで、まあもちろんデルピエロといえばね、コンカはついてると思ってたんですけども、やっぱりダブタは必須でつけてあげたいのと、まあワンパとかつけてあげたら、まあ、もっと面白そうになると思いますし、まあアウトスピンとかもね、
まあ人によってはつけてあげた方がいいかなって感じですよね。まあスキルはまあそこそこいいって感じですね。はい、デルピロのおすすめのタレントポイントの振り方がこんな感じにしたんですけど、まあそうですね、ドリブル能力、特にボルコンがめちゃくちゃ高いので、まあドリブルの操作性的には悪くないかなって感じですし、まあ決定力もね申し分ない。まあ今回も持ってるんで本当決めてくれると思うんですけども、まあ今回ね、その前回のそのエピックと比べてみたら、まあ決定力とかキック力は高いんですけど、やっぱ瞬発とかがちょっと負けとって、ドリブル悪くないですけど、なんかドリブルだけやったら、まあ、前回の方がやりやすいかなって感じはしますし、まあ、今回はちょっとシュート系なんで、まあ、2列目なんでね、無印のセンターフォワードとかでも使えるし、まあ、ST やったら2列目でも使えるし、今回ねイーフトハーブバグってると思うんですけど、まだあの OMF でもあの2列目として使えるので、まあおすすめは OMF かな。けど OMF やったら僕パス数値もっと欲しいので、ちょっとデルピエロはね、まあ、ガチスカ級はないかなって感じですね。で僕は結構ねあのごつい系というかフィジカルでガーンってできる系が好きなんで、まあデルピエロは身長もちっちゃいし、まあこういうタイプはウイングで使いたいのでね、まあウイングで使えないので、うん、そうやな、まあ獲得必須級ではないと思うんですけど、まあ今回のガチャの3人の中やったら一番強いかなって感じですね。まあただ前回のエピック持ってたら正直獲得必須級ではないっすね。はい、ってことでガチャの総評なんですけども、はい、もうスルーでいいと思いますね。もうエヴァイール、ミリートっていうのは正直能力もそんなで、スキルもそんなですし、まあデルピエロもまあエピック持ってたら別にいらんし、まあ強いんですけど、まあデルピエロが本当に好きというか、めちゃくちゃデルピエロが使いやすいねん僕って人はもう引いてみたらいいと思うんですけども、まあ本当にね、まあだからセパハンで例えば4123の左を ST にして使ってみたら結構使用感良さそうな気はするので、まあ本当にデルピエロ欲しい人は引くべきかなって感じはしますよね。まあただ本当に獲得必須級ではないかなって感じはします。はい、ってことで以上だけでした。普段もこういった感じでレベマ能力値解説とか人選解説とかいろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。 SNS のフォローも概要欄からできますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。